is number one desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air, that's how I roll. I got tons of soul, I'm a true collectible. Famous, super famous, number one desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air, that's how I roll. I got chasing throw, I don't care about no gold. Better, so much better, flipping incredible. Always on the show so they know that I still got it. And I never feel sorry, yeah, at top of the world. コロナで一応中断になってっていうことがあったと思うんですけど、うん、それは人生においてどういう影響というかどうでした？いや、まあ、俺だけじゃなくてまず世界的にサッカーだけじゃないしね、経済的にも他の競技もいろんな面で打撃受けて、あの選手というより もうクラブ自体が結構苦しい状態になってるけど、昨シーズンは合流も遅れて、もうコンディションもあんまり整ってない中で、もう自分のできる限りのことを精一杯やって、まあ、でも合流遅れて、しかも最後は1試合残したまま終わって、なんかちょっと奇妙なシーズンだった。キャンプもこの前まで行ってて、体のコンディションも結構仕上がってるんじゃないですか？いや、まあでもあれだけじゃ全然ね、まだ試合っていうのを考えると全部一人で動いてるだけだったし、やっぱ11人とプラス相手11人で試合になるとまたね全然違って緊張感とか負荷がかかるから全然また違うんだけど、まあそれでも体的なコンディションは、まあ、去年よりは全然いいかな。まあ、今ちょっとベルギーもまだどういう状況かわからないじゃないですか、実際に行ってみないと。そういう中でなんか不安な点とかありますか？不安な点というか、まあ、この映像がいつね、いつ公開されるのかわかんないけど、もう正直まあ今のクラブに満足できてないから、まあ1ヶ月後、2ヶ月後、来シーズンか、自分がどこのチームにいるのかが定まってないじゃん、まあ、自分はもう次のステップに行きたいって思ってるからさ。今後は、まあ、ワールドカップ一つ目標として、そのためのそのクラブ探しといいますか、そうだね、というのが一つだ。まあ決めてるのが、まあ、自分が納得するクラブ、あ、ここだったらプレーしたいなっていう国とか、このクラブだったらチャレンジしたいなっていうクラブがヨーロッパにあればもちろんそこチャレンジするし、まあその、まあ、自分が満足できるというか、ここでチャレンジしたいって思えるクラブがもしないのであれば、もう本当にアジアの競合でも、ね、カタールとか中国とか、ね、韓国とかいろいろ選択肢はあるのかな。もちろん日本復帰だってなくはないと思うしっていうところまで一応考えてはいる。だけどできるだけ長くヨーロッパでプレーしたいから、できればスペイン、イタリアあたり行けたら最高。じゃあ最後に今後の目標ですか？目標はやっぱ
サッカー始めてからね、日本代表、日本代表になることで、日本代表で試合に出ることで、ワールドカップに出場したいっていう目標をね、ずっと掲げてきたから、ワールドカップには行きたいし、まあ行ったからにはスタメンでね出たいっていうのは気持ちが、スタメンで出たいっていう気持ちがあるから、まあそこかな、2年3年ぐらいワールドカップまでは、うん、ワールドカップに出るためにクラブを選びたいと思ってる。今さ、世界的にいろんなブランドがあるじゃん、ナイキとかアディダスとかアシックスとかミズノとか、はい、もう言ったら人間の足のことを考えて作られてないスパイクなわけよ、もう見た目だけっていう風にまあ思って、じゃあ人間の体に一番合ってるスパイクを作ろうと思って作られたスパイクをこれから試す。それを履いてるだけで筋肉のつき方とかが変わるじゃん、体の使い方が変わるから、一歩速くなるとかっていう風になってくるんだって。そのスパイクもまあ今回2足持ってきてるから、それを試しながら楽しみです。まあいずれ小林勇気モデルってもう俺専用の型を作って、まあそれで来シーズンプレイできるかな、9月とか10月ぐらいにはできるんじゃないかな、作り始めたら。それが楽しみっていう、あのちょっとした楽しみも持ちながら、今そういうのをさモチベーションにしとかないとさ、9月の開幕まで、次の移籍までも長いから、ってことで着きましたんで行きますか。